ホームの水戸のスターティングメンバーです。ゴールキーパー三重川、黒石、三國、鈴木、大崎、そして中盤は中里、新里がいて松崎、左、山根を予想しています。そして藤尾と中山の2トップ、前節からは1枚変えてきた秋葉監督です。アウェーの愛媛です。ゴールキーパーが岡本です。西岡、栗山、茂木の3バック、中盤は山瀬と小原がいて、右高木、左内田、シャドウに川村と近藤、今日は最前線に遠山を入れてきました。前節ゴールを挙げています。そうですね、ですから今みたいなところですよね、ボールを自分で奪ってからのやっぱり前のスプリントですよね、はい、そこをやっぱりよく分かっているので、行ける時といけないところっていうのがバランスですよね。一本で裏、藤尾キープする、エリア中入った、藤尾シュートまで持っていきました。正面から差しを受けます。内田決まった、愛媛先制。残留に向けて大きな先制点。直接フリーキックを叩き込みました、内田健太。ちょっとね、いいコースを狙ってきてますよね。これインサイドで外を巻いてっていう形でしたよね。カウンター、今度バイタルに遠山、遠山入っていった、遠山ブロックになります。山瀬ミドルから狙ってきました。ミトが拾って右サイドから黒石、松崎から落とした、中山雅人、大崎はシュートがジャストミートしませんでした。中里、そうですね、これクロス上げて落として、でもう一度もらって、中山選手、中山雅人はファーサイド、こぼれて新里、エリアを捉えてきました。ダイレクトでよく抑えてますよね。ただこれが正面に行ってますよね。新里から中山雅人、降りてきてポストプレー、藤尾落として柔らかく松崎、大崎だ、コスバー決まった、同点、水戸追いつきました。後半の立ち上がり50分のゴール、そうですね、これ藤尾選手がこれうまくキープしてつないで、まあ、シュート、まあ、こぼれたボールも早めにこう出しましたよね。で大崎選手、ここ思いっきり狙いましたよね。前返した、チャンスになる、深いところ、いい切り替えです。愛媛低いボール、グランダーでこぼれた、今度は詰めていった、ミトボールです。そうですね、ですからこういう速いボールのことになるとこういう形ですよね。だからこう相手に当たってもゴールの方に向かってきますよね、はい。安藤、こぼれて安藤、外れた、愛媛は助かりました、水戸の決定機。そうですね、もうこれ完全に安藤選手うまく戻りながらでもヘディング中に入れて戻ってくればっていうところですよね。後ろに下がりながらこう味方にも当たってしまいました。水戸カウンター、水戸前に行った、狙ってきた、水戸逆転、87分、伊藤の逆転ゴール。これ安藤選手前見て、これパスうまく伊藤選手に出して、伊藤選手もこれドリブルしながらこう相手の状況を見てますよね。前が空いた瞬間にこれシュートですよね。
一つ出して前が空いたところでシュート打ちましたよね。ただいいところにシュート出ますよね。前に運びたい愛媛。まもなく5分30秒が、ここでタイムアップの上、愛媛敗れました。水戸2対1連勝、ホームの最終戦を白星で飾っています。愛媛はこの瞬間19位以下が確定しました。あとは金沢の結果によって今節降格が決まるかどうかという状況になります。金沢が山形に勝利をしました。金沢が勝ち点を40に伸ばしました。愛媛の J3 降格が決定ということになりました。